知ることに遠くで聞こえてる心の声が Pretty 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 please me 乾杯しちゃって祝ってこうや、yeah.
心をワンタッチワンロック lose my mind 人生はワンタイム演じる抑え込む No like that そう生きたくない一秒一秒立ち止まりいやまあ、まず自分には何ができるのかなってまずそこでしたね。で、まあ、実際こうじゃあ何ができるのかって言ったら私の場合はまあ家でねあのレコーディングをしたりだとか作品作りとか楽曲作りみたいなところがメインだったりとかあの SNS を通じてファンの皆さんと交流を図って要は明るくなってもらう元気になってもらうみたいななんかそこがメインではあったんですけど実際じゃあいろいろ作品を作っていく中でミュージックビデオを撮るときにじゃあどうするんだとかまあみんな制作陣と話し合うときにまあもちろんねズームだったりとかで確認をすればいいんですけどこう会ってこうコンタクトを取って打ち合わせをするっていう機会がやっぱり減ってしまったりまあいろいろしている中で実際こう音楽活動ってこの先続けていけるのかなっていうのはすごく不安に思う日々が長かったですよね。今ももちろんそうですけどね。まあ、実際こうアリーナツアーをまあほぼできないだろうっていう段階から、まあ、どうにかねルールのある中で何か自分たちのできることってないのかなっていうやっぱりこうライブっていろいろ配信ライブとか自分もこうイベント出させてもらったりとかしましたけど。やっぱりこうコンサートってお客さんがいてやっとこう完成するんですよね。だからお客さんのいないライブってこうコンサートじゃまあほぼないっていうかいくら演奏してかっこよくやってバーンとやってもそこにお客さんがいないとなんか成立しない感じがやっぱあってっていう中でやっぱりコンサートをして、まあ、それで元気になりたいというかね音楽を聴きたいって倖田來未のエンターテインメントを見たいっていう方がなんかいらっしゃるのであれば私はやりたいっていう、まあ、願いの中でねやってたんですけど絶望的でしたね。うん、
ただやらないか、うん、できる自分たちのできる範囲のことをやるかって言われた時に、それでもやっぱりこうコンサートやりたかったっていう、もちろんやらずにあの作品作りに没頭するってことももちろん選択肢の一つとしてあったんですけど、一番仕事の中で大好きなのがやっぱライブなんで、自分がねこうライブを支えてくれてたスタッフのみんなの、 あの気持ちとかこういろいろこう考えたりとかすると、なんかこうここでみんなとこう一丸となってやれば何かが生まれるんじゃないかとも思ったし、なんかこう 何かしてあげたかったみたいなのもあって、まあ、今回やる結果になったんですよね。あんまりそういうビジネスとかを気にせずにね、やってよかったなってあの今回あの思えたのが、やっぱりお客さんの笑顔が見れたことだったんで、あの私自身はやってよかったなってすごく思いましたね。今年の初日は多分今までのこの倖田來未ライブ史上の中で一番緊張したかもしれないですね。やっぱりこういう状況下の中でやっぱライブをやるっていうところのプレッシャーだったり、あとそのアリーナをやってる方がいらっしゃらなかったっていう中で、お客さんが本当に来てくれてるのかももちろん不安だったし、とにかく後悔させないというか、来てよかったって思ってもらえるライブをすることがとにかく一番だと思っていたので、あのみんなが楽しんでもらえるものに なっているかどうかっていうのを思いながらやっぱライブをしてたんで、すごく不安だったし、あの怖かったですよね。なんかやっぱもちろん声援とかもやっぱり控えめにというか、声をあまりねあの出さないようにっていう風な、やっぱ気を配慮もなんか気を使わせながら私自身もライブをやっていたので、すごく不安だったんですけど、でもまあね、初めはねやっぱりこう緊張しているのかなっていう緊張感伝わってきましたけど、途中からはあの一つになることができたんで、すごいあの、まあ、いつも倖田來未らしいライブになったのかなと思いますけど、最初から最後まで結構スタッフもダンサーも涙をこらえながら、うん、やってましたね。今回は本当にね、やっぱりあの厳しい条件の中、周りのスタッフのみんなにもやっぱりやってもらって、もちろんあの感染リスクもあるし、あの予防対策もそうだし、それこそリハーサルも普段だったら1ヶ月バッチリやるのを、それをねやっぱ10日とか11日とかそのぐらいの日数でやっていたので、本当に短い時間であのいいものを作るっていう戦いは本当にあのみんなにも頑張ってもらわなあかん、我慢してもらわなあかんとこだったりとか、あのいつものチームにね、でもいつものチームやからこそわがままが言えたのかなっていうのはすごくありますし、やっぱりこう今までの仲間がいたからこそ、こう今まで長い間一緒に仲間をやってきたからこそ、なんか乗り越えられたあの今回はツアーだったのかなっていうふうにも思いますしね。そういう先の心配を今まではしてつまずかないようにって言って気を張ってやっていろいろやってきたのが倖田來未だったんですけど、今回の件でなんかそんなことで不安があって、あのしんどかった自分がバカらしかったなってくらい最高なライブでしたね。